本当に感謝しきれないぐらい、この馬に、もうたくさんのことを学ばせてもらって、あの馬には。いやもう本当、感謝しきれない、本当それ一言につけます。もう本当にありがとうと。まあ本当は笑って迎えればよかったんですけど、もっとエフフォーリアのために、僕自身してあげられることがあったんじゃないかなと思いますし、それとは逆にエフフォーリアは僕に、本当に、いろんなことを経験させてくれたの。このエフフォーリアがくれた経験、僕自身今後、僕自身の経験糧にして、僕自身もっと成長していきたいなと思います。